皆さんこんにちは。知の種の認知症予防動画です。今回はデイサービスで最も人気が高い間違い探しです。空間認識能力と集中力を鍛える効果があると言われています。絵が左右に並んで表示されます。左右の絵で違うところがありますので、どこが違うのかを当ててみてください。 1,2 問目は2箇所の間違いで50秒、 3,4 問目は3箇所の間違いで60秒、 5,6 問目は4箇所の間違いで70秒の回答時間になります。だんだんと難易度がレベルアップしていきますよ。全問正解を目指して挑戦してくださいね。それでは早速始めましょう。1問目です。2箇所の間違いを50秒で探してください。魔女のイラストです。さあどこが違うでしょうか。答え合わせです。まず一つ目はほうきの絵の長さが短くなっていました。二つ目は魔女の鼻が小さくなっていました。これは簡単な頭慣らしでしたね。二問目です。2箇所の間違いを50秒で探してください。合唱をしているイラストです。さあどこが違うでしょうか。答え合わせです。まず一つ目は、おじいさんの横の音符が一つ消えていました。二つ目は、楽譜の一番の下の段が消えていました。歌を歌うことはストレス発散や口や舌の筋肉を動かすことから誤嚥予防になったり、肺を活発に動かすなど良い効果がたくさんありますよ。心身ともに健康になりますね。まだまだ2つは簡単でしょうか。次に行きましょう。それでは3問目です。レベルアップしますよ。3箇所の間違いを60秒で探してください。観光をしているイラストです。さあ、どこが違うでしょうか。
答え合わせです。まず1つ目は、左の男性の荷物の色が変わっていましたね。2つ目は、右の女性が持っている携帯電話が小さくなっていました。そして3つ目は、左の女性の洋服の裾が短くなっていましたよ。時間内に見つけることができましたか？4問目です。次も3箇所の間違いを60秒で探してください。七五三のイラストです。さあ、どこが違うでしょうか？答え合わせです。まず一つ目は、お父さんの足元のもみじが消えていました。二つ目は、お母さんの着物の帯締めのここが大きくなっていました。そして三つ目は、鳥居の上の黒い部分が小さくなっていました。気づきましたか？5問目です。レベルアップして違うところが4箇所になります。時間内に見つけることができるでしょうか？制限時間は70秒です。立派なお墓のイラストですね。さあ、どこが違うでしょうか？答え合わせです。まず一つ目は、お墓の水がなくなっていました。これはすぐに見つかりましたね。二つ目は、右側の木の形が変わっていました。三つ目は、お墓の高さが低くなっていました。そして4箇所目は、板石が広くなっていました。私はお墓参りをすると心が落ち着きます。さあ、最後の問題です。4箇所の間違いを70秒で探してください。幼稚園の卒園式のイラストです。
さあ、どこが違うでしょうか。答え合わせです。まず一つ目は、先生の髪についているリボンの色が紫に変わっていました。二つ目は、先生のエプロンのポケットが消えていました。三つ目は、女の子の胸についているリボンが長くなっていました。そして四つ目は、男の子が持っている卒業証書が短くなっていました。見つけることができましたか。卒園、卒業は寂しさと嬉しさと期待が入り混じりますね。以上で問題は終了です。徐々にレベルアップする間違い探しは本当に頭を使いますよね。この動画で使用した間違い探しは知の種のホームページで無料プリントとして配布していますので、そちらもチェックしてくださいね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。